はい、どうもゆたです。今回はリアデフのオイルをちょっと変えていきます。ゼロスポの 80W140 というやつですね。はい、まず上のちょっとコネクターみたいのを取っていきます。よいしょ、外れましたね。でちょっと先に上緩められるかちょっと確認で、上のが緩められなかったらオイル抜きっぱなしで入れられなくなっちゃうんで、先にちょっと緩まったねってことで、じゃあ下の方を次緩めていきます。で抜いちゃいます。一応こういうのも貸し出ししてくれるんで、オイルもちゃんと受け止めてくれます。じゃあそしたらちょっと緩めていきます。よいしょ、うわすげえドバッと出てきそうだな。ちょっとゆっくり、お、来た、お、来た、おー、すごい出てきた。デフオイルの匂いか、なんか臭いな。それとも横でも当たる機械のなんか匂いかな。まあ汚れてますね。はい、こんな感じです。じゃあ下のドレンボルトをつけていきます。でトルクレンチで締めていきます。ちょっとこれ邪魔だろ。一応パッキンも今新品に変えてあります。こんなもんだね、カチャって言ったから。であとは上のやつを外して、上もこんな感じの、じゃじゃーん。一応このサクションガンに入れて、それで注入していきます。このサクションガン何リッター用なんだろう、500ぐらいかな。こんな感じです。これでちょっと注入していきます。よいしょ、
おお、すごい、なんかエナジードリンクみたいな色してるよこれ。それにしても硬い。よいしょ、よし、とりあえず入れた分は入りました。でまだちょっと残ってるんで残りを入れていきます。これで注入しちゃえばいいな。これで逆に吸っていけば、硬い、あと残りまた入れていきます。もう一発入れていきます。よいしょ、まだ溢れて出てこないね。なってきたかな、これで。もうちょい今の斜めにします。よし、これで今中身全部吸い終わりました。よいしょ、これで元気を注入します。よいしょ、これで一応全部入ったはず。よいしょ、漏れてこないね。まあでも1リッターちゃんと容量分入れてるんで、よいしょ、これでじゃあ OK だね。はい、じゃあちょっと注入が終わったので、新しいパッキンをまたガスケットパッキンをつけて、でまたトルクレンチで締めていきます。はい、 OK。 またセンサーを戻して、このセンサーがでも全然違う場所に来るね。逆になっちゃうわ。
逆になっちゃうけど、トルク、よし、これでセンサー戻った。なんで一応まあちょっとじゃあこんな感じでデフオイル交換は以上になりますんで、はい。